のの総本で植物の一種 APG 体系では、勝負目勝負下の勝負属に属する。ユーラシア大陸から北米大陸の温帯から団体に広く分布し、日本を含めて東アジアのものは、変種 A キャラマスバリエーション、アンガスタタスとされる。薬草、漢方薬としても用いられている。アイアメカの花勝負と混同されることがあるが、 本種は全く別の植物である。和名勝負は、漢名の、勝負に基づく。古くは、あやめ草またあやめといって、日本最古の和歌集、万葉集にも登場する。日本で勝負を、勝負と、漢字で書き表されるが、中国で正しくは、白あやめと書き、勝負については、小型の禁煙種である、赤章のことを指す漢名になっている。地方などにより、 別名を、鬼関キ吹草、カラムスコン、アヤメグサ、ソウブ、ノキあやめ、ブルーフラック、カラムス、スイートフラックなど、様々な呼び名がある。ユーラシア大陸及び北米大陸に広く分布し、日本、朝鮮半島、中国、モンゴル、ロシアの極東、シベリア地域、マレーシア、インドシが、インド、スリランカ、ヒマラヤのほか、北アメリカまで、 北半球の団体から温帯に広く気化する。日本では北海道から九州までの水辺に自生する。日本を含めて東アジアのものは、変種 A キャラマスバリエーション、アンガスタタスとされる。池や溝のそばで群生する。水辺に群生し、草丈は50から100センチメートルになり、全体に方向がある。根茎はよく枝分かれして、湿地の泥の中を長く。 横に廃、計10から15ミリメートル不死。地中の根茎の先端から地上へ、多数の葉を伸ばす。葉は明るい緑色で、幅は10から20ミリメートル。葉の形は、花勝負に似ており、左右から扁平で、中央脈が高く目立ち、葉先が鋭く尖って、剣のような形をしており、木部は、左右に抱き合うように2列に並ぶ。花期は、初夏の後から7月頃で、 葉のように見える花形の先に、目立たない黄緑色の棒のような円柱状の肉部花序が斜め上に出て、細花が一面にし下から咲く。根本の葉の間から伸びる花形は、葉と同じ形をしており、肉部花序の基部には、筒が一枚付き、長さは5センチメートルぐらい、葉よりも短く低い位置に花をつけるので、葉の途中から斜めに穂が出たような姿になる。 ツトの長さは20から40センチメートル、幅は5から8ミリメートルある。両性花で、花皮片は6個で、東京乱形、単光緑色をしており、長さは約2ミリメートル。花は小さいため、見と目は、花らしくない姿をしている。おしべは6個で、花皮片とほぼ同じ長さの1から2ミリメートル、開花時に黄色い薬の実つき出て、花糸は白色をしている。 メシベは1個で、やや六角形で、可比変よりも長く、長さは約2ミリメートルある。中国では、果実が知られていて、大きさ1.2から2.5ミ、mm、リメートルの長大円形の液化をつける。日本産のものは3倍体であるため果実は見られない。染色体は変異があり2倍体、3倍体、4倍体、異数体がある。 勝負湯形容の全体から方向があり、単語の節句に勝負湯として用いられてきた。中国では古来より勝負の形が刀に似ていること、邪気を払うような爽やかな香りを持つことから男子にとって縁起の良い植物とされ、家屋の外壁から張り出した軒に吊るしたり、枕の下に置いて寝たりしていた。日本でも奈良時代の聖武天皇の頃より、 単語の節句に使われ始め、武士が対等してからは、勝負の音に通じるので、勝負という字が当てられるようになり、抜き先に、魔よけとして、吊るしたり、風呂に入れる習慣が伝えられてきた。根茎が気薬になり、白はやめ、勝負ね、カラムスコンと呼んでいる。薬効は、鎮静、権威で、漢方薬にも用いられる。ただし、妊婦に対する使用は禁忌とされている。 二倍体の品種の根系にはアサロンを含有せず、その安全性評価はクラス A であるが、三倍体及び四倍体の品種の根系ではアサロンを含有することから、クラス C もしくはクラス F とされており、薬物としての安全性が劣る。民間では古来より勝負湯として用いられており、薬用効果を高めるために、 方向のある生の根茎や葉を大まかに刻んで、布袋に入れて煮出したものが風呂に入れられる。抑揚の効果は、血液循環促進、冷え症、肩こり、疲労痛に効能があるとされる。また、乾燥した根茎を適量の水で煎じて、煮汁と共に薬草に入れられて、煎じ汁、ティンクチャーなどが食欲不振や消化不良にも用いられることもあった。しかし、 組方向性の権威薬の効果があるものの、特殊な深い身がある上、悪心、吐き気感を模様してしまうことがあるため内服には使われない。近縁の石章は、勝負の半分ほどの葉の長さ30から50センチメートルと、やや小柄な新緑色の草で、勝負のように、中脈は目立たず、渓流沿いに生える。根茎は、昔から薬草として沈調されており、鎮痛。 鎮静、権威役にされ、神経痛や痛風の治療にも使用した。虫風呂では、床に敷いて、高温で蒸す状態にして、テルペンを成分とする方向を放出させ、皮膚や呼吸器から体内に吸収するようにして利用する。旧来のクロンキスト体系では、里芋目小部科で、新エングラー体系などでは里芋目里芋科の勝部属に属する。ありがとうございます。